いや、しここさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。本当にね、1月末かな流れてんのが、予定通りだと。はい。いやー、もう最後に撮ったのに、いつあれ。ねえ、で、皆さん見てくれてましたか、ね、ちゃんと。あ、そうだよ。動画だったよ。動画だったよ。うん。ちょっとね、しんどすぎた。これで死んでたのが、11月。11か。10月末なんですよね。そうそう、あれ撮ったのがね。だからもう11月缶詰ですね。10月末に撮ったんですけど、あれ、はい、収録日から11月入るまでの間に、12月お前は出勤って言われて。はいはいはい。もうだからしんどかったのよ。その、撮ってる段階では、悠長に編集する気まんなんだよ、こっちは。うんうんうん。まあ、年明けまでに間に合えばいいしって思ったらもうね、残念だから。あれです。いやー。頑張ってよ。まあまあまあ。もう覚えてないけどね。編集ミスも見つかってるけども言わないし、今。もう、何回も、何回もやり直しのあそこが再生されてると考えると、もう、胃がキリキリしちゃう。あそこ編集ミスじゃないからね、別に。いいんだけど。あれや、編集中何回も送ってきて最悪だった。で、いろんな編集を。びちゃびちゃびちゃ。もう、見てね。1月3日の回、ね。ということで、うん、もうとりあえず年明けたから。はい。なんか。あのね、おととしかな。はい。去年、違う、おととし、その、毎月目標を立ててたやん。うちら。うちらって。うん、はい。我々がね。で、去年は、めんどくなって、やめようって言ったよね。うちらは。めんどかった。めんどかった。けど、やっぱ、なんもないとさ、はい、あれじゃん、ちゅうことで、はい。こう、ふんわりした目標じゃなくてもうね、完全に、測れる目標、今年はちょっと、1年の目標として我々、やりまして、はい、やっております。はいはい。ちゅうのも、1日1ツイート、過去告知除く、これですわ。これね。ね。してるよね。ちょっともう、僕は収録日時点で1日はもう、すっかり忘れてますけども。2回忘れてますよね。あ、2回かも。2回忘れてますよ、あなた。わかんないけど。そう、これがね、ちょっと、来年、これぐらいの時に、どう言ってるか。私は、1回忘れてます。けど、比較的私の方が今回優秀な匂いはしてます。そうね。ちょ、僕ギリギリか、もう本当に、味付けすぎてすぐとかやってるからもう、やばい。はいはい。まあまあまあ、これがちゃんと。どうする？ペナルティ後で決める？今決める？なしじゃダメ。は？じゃあもうやんないよ。あんたも。そりゃそうか。法って何のためにあるって感じだからね。なんかじゃあやっぱり。なんだろうね。課金とかじゃない？腹筋？課金。課金？なんか、何かに課金。リアル罰金じゃん。だから、まあ、リアルな線で行くとさ、はい、100円じゃん。まあ、1日忘れて。まあ、まあまあまあそうでしょうね。ちょっとさすがに 1K はちょっともう。1K はやばい。最大で36万円の課金をすることに。そんな儲かってるラジオじゃないんだよね、これもう。はい、じゃあ、とりあえず。僕はじゃあ今200円ね。はい、私。なんか、帳消しとかになりません？え？あなた100円でいいんで僕1回と帳消しで僕は0みたいになりません？なんないよ。もうお互い。はーい。世の中に貢献していかないと。経済回してこ、はい。社会人だし。わかりました。じゃあ、毎日ね、ツイートして、忘れたら100円、年末に課金ということで、年末年始に課金ということで。怖いよー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで。そういう感じでね、今年もね、はい、1年よろしくお願いします。休まないよ！いきますよ。はい。やしここ。骨代わりのラジオ自己満足。だから結局ね。はい。12月は在宅じゃなくて出社だったんですよ。片道2時間、はい、行って、もう気持ち悪くなってね。はい。いやー、クナイツは自動周回しか回せず。はい。で、今、1月ですわ、もう。うん。最高、気持ちいい。ああ、フルリモート。在宅になって。ああ、気持ちいい。いやー、もういいよ。会議つなげっぱとか、もうどうでもいい。あ、結局そうか。通勤がないってだけでも。いいな、何時に起きてるんですか？ 8 時45分。泣いちゃった。いや、ねえ、だって、2時間半変わるわけだからね、起きてる時間も。いいなぁ。2時間半遅く寝れるわけだからもう。羨ましい、純粋に。アークナイツが、はかどるはかどるわ、これで。おい。
最悪だってさ、人の話聞きながら周回してればいいわけだからね。そんなことできません、私には。操作しなくていいんだから、アークナイツの周回って。そのパズドラの周回とはわけが違うんですよ、皆さんこれ。言い訳させてください。パズドラの周回ってやっぱドロップ動かさないといけなかったりするじゃん。パズルしないとね。そう、スキルポチポチ押すだけとかもあるけど、結局画面差あるじゃん、それって。はい。アークナイツはほんと、自動周回のボタンをポチッと押して、ね。それで決定を押したらもう、あとは数分待つだけなんで。スタートしたらもうゴールまで終わる。そう。待つ。だからね、結構いいよ。いいよって何？在宅勤務のおすすめだわ、これ。いやー、うるさい。うるさい。転職しな、早く在宅勤務できるとか。はい。あなた無理なんだっけ、在宅勤務、結局。私は今できない。その、あれ、その仕事的なあれじゃなくてさ、はい、向いてないみたいな意味で。なんかあー、できないね。って言うよね。なんで？サボっちゃわね？いや、サボるんでしょ。いや。え？あ、サボんないよ。サボんないけど。危な。いや、まあ、サボるとかいいけど、その結果出してサボるのはいいと思うんですけど、うん、そこまで、できてんならね、そこまでいけるか、正直自信ないとこはある。どういうこと？本当にサボって普通に。ああ、ノルマも達成できないってこと？そうそうそう。やりかねえ。ああ、自戒の意味というか、こう。そうそう。戒めみたいなね、もう。そうです。ああ、じゃあ偉いか。僕はサボってるわけじゃないから、ノルマはやってるんで。ノルマはね。そう、どっかで話しましたけど。薄ーくやる、やって、多くタスクを振られないようにする。もうこれに限りますから、やっぱり。頑張るか。うん。無能アピールも大事。っていう話でした、1個目。はーい。もう、アークナイツ本当にしんどいよ。しんどいの。いやー、ガチャで爆死しちゃったから。4周年おめでとうございます。はい、4周年おめでとうございます。おめでとうございます。新宿でなんかあれだね、あの猫のいる広告の。ああ、いましたね。やってるらしいね、今ね。アーミヤがいるらしいけども。そう。あの、なんだかんだですね、我々ちゃんとやって、はい、私はね、熱量的にこれまでの話はあれですけど、骨氷さんちゃんとやられております。ちゃんとやってます。ストーリーも進めるとこまで進めました。出社が終わってからも。でもね、読んでないけど。そう、読んでないけど、異常に進んでます、私、今。僕はストーリーちゃんと読みたい派なんで。読みたいからさ、サブストーリーやってないっていうの怖いよ。ちゃんと読む時間があるときにやりたい。だってさ、やってから後で読みゃいいじゃん、後で読めるんだから。いや、それができる人はいいんですよ。僕できないの、その、あ、もう石回収しちゃったしなってなって読まなくなるんで、僕絶対。ストーリーだけ読むことあるよね。いや、あるある、あるけど、うん。なんか、それだけ読むのってなって乗らないからっていうのは知ってるから、自分が。大きい難しいな、あ、なるほどね。進めながらやらないと絶対見れない。じゃあまだ石回収できるんだ、まだまだ。だってサイドストーリー一個もやってないですか。裏山ピーもないもん、僕。カツカツよ。ここもやってない。カツカツで石5よ、今。この人異常マジで石の貯め方が。いやでもその貯めた石も全部なくなりました。何があったの？4周年記念限定ガチャで欲しいキャラ1体出たら撤退と思ったら全く出ず、125連にて0体で撤退。いやー、なんだろうね。だってあなたは20連で出してるじゃん。20連目で出たにもかかわらず、90回近く回すっていう機構をしました。しかもキャラ被ってるしさ。被ってるね。だからちょっと今しんどさが増すなんですけど。僕そう、あんまりやる気なさそうに見えても、今日で6500円課金したんで。今日。お見事。あんた私は、なんか、さっき僕計算してたよね。9000円くらい。えぐいって。何が悪いってさ、はい、今日クレカの締め日の次の日なんよ。ああ、そうなんだ。そう。これよ。これも。私、課金しなきゃ。考えてないけどね、クレカの締め日とか。いや、それが一番恐ろしいわ。これまで人生で一回も考えてこない。クレカの締め日。考えてクレカ使ったことない。締め日過ぎたから、ちょっと次の月になるかとか思わないの？いや、全然思わない。だって払うのも一緒だもん、払うという事実が。でもあるじゃん、その、いや、大きい買い物まとまっちゃうな、次の支払いみたいな。あ、全然考えたことない。うわぁ、気をつけなぁ、なんか。いや、考えたことないけど、分割は嫌だから。めちゃくちゃじゃん、マジで。そう、だからね。まあ、とりあえず、ちょっとアークナイツは涙の撤退なんですけど、ガチャは。次の。でも、その分さ、はい、その一番いいランクじゃないけど、その、そこそこ強いみたいなの引けてないの。
全然わかんないんですけど。え、その、ワークナイツキャラで言うと星6が一番高ランクでっていうとこなんですけど。星5で使えるやつみたいな。星5で今回のガチャで引けたキャラ？そうそうそう。あのね、ここ本当に、この人は、ヤシココくんはめちゃめちゃ攻略見ても。あの、性格がめちゃくちゃ出るんですよね、我々。全然違う。そう、僕は全部初見です。何もかも初見で、直感だけで進めてる。直感だけで脳筋プレイ。はいはいはい。結構楽しい。僕もう、見ちゃってますけど。脳筋頭脳プレイだから。どうなんやろうか。あ、そういう感じ。全然、なんかその星 5？ その上から2番目のランクというか。でも確かに、あの、強いキャラとかって明らかにいるんですよ。うんうんうん。明らかにいるから、そのキャラとかっていうのは、欲しかったんですけど、パッと僕が思いつくのっていうのは、全然出てない。悲しいね、これ。全然出てないけど、うん。まあ、一個そうですね、アッシュロックっていうキャラが出たので、へぇー。こいつ育てようかなとは思った。聞いたことないから、いないやつだな。アッシュロック。なんかあの、重装盾役なんですけど、はいはい、あの遠距離攻撃ができるの、砲撃手みたいな。ああ、はい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 。いるね。いるいる。私も一人いるよ。そう、だからこれにしてみようかなって思ったり、思わなかったりしてますか？育てようか。なんか一気に育てられる剣みたいなの買ったらしくて、この人。何にするか一生悩んでて、収録前40分ぐらいも。悩んだ結果使ってないっていう。そんなことで時間取られてさ。いや、そりゃ、あなた、そんな、無理よ。僕は、星5引き換え券を秒で使うっていう。いや、もう、気狂っちゃう。フィーリングで。どうせもらえんだから、そのうち。って思ってる。いやー、それ、羨ましいっすね。その考えができるの。私には無理だから。攻略見たらそうなるのよ、僕も、多分。え？だから見ないのよ。ああ、攻略見るとね。そう、この時間がもったいないから、そう。なるほどね。ある意味、まあ、効率化、効率的？そう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 。どうせ、そういうのでもね。なんか、それなりにレベル上げない使えるでしょって思ってるから。まあまあまあ、そんな全く使えないキャラとかっていうのはね。そう、行商人以外ね。行商人以外。ふざけるね、ほんとに。行商人とかいう職務。許すな。まず、調べてね。行商人がもう、ほんとに。っていう話で、40分ぐらい盛り上がれるぐらいには、アークナイツやってますってね。そう、収録しときゃよかったねっていう。そう、話はマジでしてた。話をね、してますけど。まあ、ちょっとしたシリーズで、はい。あの、僕の副業っていう話がちょいちょい上がってるんですよ。このラジオ。まさかこの回が初めてって方もいるかもしれないんで、あらすじを説明すると。はい。まあ、貯金がしたいけど、すごい金を使ってしまう私はですね、はい。まあ、土日に暇がちなんで、警備のバイトをしようってことで。うん、副業として、ね、応募したんですよ。で、研修を3回受けないと現場に行けないと。まあ、これは法律で決まってる。はい。で、何週、ほぼ1ヶ月前ぐらいにですね、研修1回目行ってきましたって話を多分してるんですよ。うんうんうん。してます。で、どういう研修したかみたいな話をしたんですけども、はい。なんですかね、研修の日程全然取れなくて、まず僕が土曜日しか行けないっていうのもあるし、うんうん、研修にね、その、研修をしてくれる人も、うん、結局その普段の仕事しながらだからこう、はい、土曜日、空いてる土曜日が見つけれるのがね、こう、向こうと合わせるのが難しいから、まだ2回目の研修行けてないわけですよ。はい、ああ、そうなんだ。はい。っていうのが、まあ、あらすじ兼、ちょっと、今の警備の現状なんですけども、はい。ちょっともう来週日雇い行ってくるわ。え？普通に。取れたわ。何の？冷蔵庫内のピッキング、ピッキングだね、もう本当に。運んで持ってきてみたいな。きついぞ。やります。まあ、冷凍庫じゃないなら、冷蔵庫だね。まあ上着着てねって書いてあるし、自分の上着持ってきるから全然いいんだけど、はい、軍手持ってきてねみたいな。どうなんだろうね。でその話が来週は聞けるってことですかね。そうそうそう。本当に初めてなんですよ、日雇い自体が。僕もないね、やったことない。意外といなくない？周りに。今でもタイミーとかいますよ。タイミーね。タイミー調べたんですけども、全然ないね。やっぱこう、引っ越ししか、もう空いてるのが。そうですよね。多分もう日付変わった瞬間でしょ、これ。うん。なんかもうタイミープロはだってもう取り方が違いますもん。もう本当に。備えて。通知設定して？そうそうそう。うーげー。だって今本当に、土曜日仕事ありませんって出るもんね。あ、僕あの、引っ越しなどをしないようにしてるんですよ。
あの、検索条件から避けてるんですけど、はい、もうないもんね。そういうこと。引っ越しはきつい。いや、絶対入りたくない。引っ越しだけでやってる人ならいいけどさ。そうね。うん、無理だからさ、そう、そもそももう、年齢もさ、その、大学生とかに比べたらもう、もうだから、普段パソコンの前で座ってる男がゲるような仕事じゃないから。パソコンじじいにはちょっと無理やね。うん、きついから、そう。まあ、ピッキング作業。はい。ですわな。楽しみだわ、話聞けるの。ちょっと新年早々やったことってことで。もう、餅つき。餅つき。たこ揚げ。たこ揚げ。回し。まま回し。羽根つき。羽根つき。してません。福笑い。え？全部してません。何を？じゃなくて、あの、僕の趣味の、あの、リアル脱出ゲームに、この間行ってきて。あー、なんか、え、先に行っていい？はい。三つ行ってなかった一日に。そう、一日に三つ行ったんですよ。異常者だろ、これも。朝、何回閉じ込められて寝ます？朝9時くらいに新宿集合で、9時。13時、17時とかで行ってやったんですけど、ま、初めて1日3回行って、うん、初めて、うん、あの、3回連続で脱出できて。あれ、すごい。いや、もう、気持ちいいってみんなでなってたんですけど。みんな同じメンバーなの？あ、結構いつもよく行くメンバーで。あ、はいはいはい。で、なんかでも、あの、同い年か、一個上かとかなんですけど。うん。一人はなんか、海外に留学に行っちゃう。留学なのよ。あの、集合ビザで、何の予定も決めずに行くっていうのが一人いて。ワーキングホリデーみたいなことなんですけど。違うのかな？うん。でもなんか、家も、何もかも銀行もないし、携帯もないまま行くって言ってて。え？それ入国拒否されるんじゃない？それ。いや、ビザは取ってるから、それは大丈夫らしいんですけど。本当に？なんか。わかんないです。入国審査通んの？それって。それはちょっと彼のみぞ知るんで、それは、ね、わかんないです。あとは。あるとはいえどって言われちゃうかもしれないよね。でもう一人の同い年結婚するとか、そういう話も聞いたりして。え、早くない？あなた、そうでもないのか？お互い年齢上がってるのか？どうなんでしょう、相手が年上だからってなると思うんですけど。おお。まあ、付き合って長いですし。なんかさ、こう、急に、そっちの話になっちゃうけどさ。はい。僕の地元の愛知って結婚早いと思うのよ。なんか。へえ。なんか、その、なんでだろうね。なんででしょうね。ずっと地元にいるみたいな人が多いから。ま、そこでもう出来上がっちゃうんでしょうね。そうそう、こっちの都会の方で早い人いるんだね。身近にって思っちゃう。みんな遅いイメージあるから、まあ、こっちは。確かに。20代後半から、みたいな。そう、こっち越してきてから知り合った人、なんか、みんな結婚してない。おい。これ悪口とかじゃなくて、そういう傾向にあるなーって思ってる。まあ、そうって思ってるけど。早いね、そう思うと。だからまあ、結婚式、行くなら行きたいと言っときました。あるなら行くって。行ったことある？結婚式。結婚式はありますよ。友達はないけど。家族の、てか、まあ、親族の。友達の結婚式ないよね。まあ、僕は誘われると思うんですけどね。なんだよ、その言い方。僕はって。いや、違う。僕、この話をしたいんじゃなくて。え？うん。何言うの？そう。僕はって。で、あの、脱出ゲーム、3つはしごするのに、やっぱ時間が空いてるんですよ、間。まあ、言ってもね。そう。だいたい2時間前後から空いちゃうので。飯食えばいいじゃん。とか。あるんですけど、うん、2軒目から3軒目の間がちょうどまあ、同じとこじゃないのかよ、しかも。何がですか？同じ建物じゃないの？2軒目から3軒目って。2軒目だけ違かったんで、1軒目から2軒目行って、1軒目と3軒目同じなんで戻りました。往復なんだ。はいはいはい。で、いうところで、両方とも新宿なんで、歩いてテクテク移動するだけなんですけど、うん、うんうん。なんかまあ、一軒目二軒目の間お昼食べたんでいいんですけど、どうしよっか、みたいな話になって。うん、で、じゃあ、まあ、米田でいっか、みたいな。あるんだ。で、新宿の歌舞伎町の手前くらいにあって行ったんですけど、うん、まあでもやっぱり土曜だし、土曜だったんですけど、うん、まあ、普通に場所からもあって混んでるんですよ。しかもあれじゃない？その、おやつタイムじゃない？割と。そうそう、3時とか。うわぁ。で、なんか街数12組とかで。うえ！まあでもなんかもう移動するのいいし、90分制とかだから、いっか、みたいなして、待って。まあ動き回るよりはね。そうそうそう。はいはい。日付分かっちゃうと思うんですけど、うん、あの、初雪が降った日だったんで、めっちゃ寒くて。ああ、降ってたんだ、そっちも。そう。へえ。最悪な歌舞伎町の汚ねえ空気を雪として浴びましたけど。上空は分かんないけど、はいはい。で、言ったら、なんか、2、3分も待ってないのに、店員さんが、うん、あの、すいませんって言って、あの、我々6人だったんですよ。うん、はいはい、はい、多めじゃないですか、比較的。カフェ一番大きい席ですね、コメタだとしたら。
で、すいません。ちょっと今こういう状況で、普通の席は空いてないんですけども、うん、会議室なら空いてるんですけど、会議室で。出た!っていう風に出し向けて。おー。で、みんなわけわかんなくて、え?ってなって。あ、ほんと?知らない。で、あ、いいですって言ったら、あ、わかりました。そしたらじゃあ、上の従業員に伝えてくださいって、上に向かわされて。あ、2階があるのね。で、あ、お待たせしましたって言って、はい、従業員口みたいなとこ開けられて、普通にレンタルスペースの会議室に入れられたんですよ。え、でもそれってさ、メニューとか置いてあるってこと?そこに。そう。メニューとか、コメダでよく見るものは置いてあって。わー、すごい。だから、ちょっと、インスタのストーリーとかにもあげたんですけど。個室だったよね、なんか。個室です、個室です。めっちゃ快適じゃんね、普通に。そう。そもそも。なんか、ね、調べたら、その店舗だけ?なんか買い、あ、そうそう、一回ツイッターでね、X で見たことあるんですよ。新宿のコメダにみたいな。そう。まさかそんなになると思ってなかったんで、なんか、しかも一緒のメンバーに、6人中2人が元コメダ店員なんですよ。うんうん。の人たちも驚いてるくらいだったんで。いや、ないよ。店舗限定なんで。聞いたことあるレベルだな。え、本当にあれだ、紙ナプキンとか、お砂糖とか、塩が置いてあるわ。まあ、テンション。え、タブレットで注文すんの?あ、そうです、そうです。でも今って大体タブレットじゃないですか、コメダ。そんなことない?全然頼んだことない米だってタブレットでマジかマジで。そうで、そうだね、うん、なんか僕たちテンション上がって、みんなワイキャイしながらワンナイト人狼とかして時間潰したんですけどそっかこんなとこまで来て頭使うのあんたすごいね。で、ただそのデメリットが2個だけあって、この会議室、うん、まず1つが無音で、コメダによくかかってる BGM がないことで、超眠くなる。もうただただマジの会議だもんね。もうそう。普通に会議室としても貸してんだろうなっていうところなんで。まあまあ、そうだね。で、もう一個が、店員さんが理由がなきゃ来ないので、うん。あ、ピンポンしないともう。あ、ピンポンもないんですよ。あ、タブレットで呼び出さないといけないのか。で、タブレットに呼び出すボタンがないんですよ。コメダって。ランゲージのボタンしかなくて。どうすんのじゃあ。開けてすいませんっていうしかない。そんな用事あることないか。いや、水が欲しくて。コーヒー飲めよ。いや、飲んだけど。2杯目行きなさいよ。いや、ちょっと無理で。で、口実する理由でちょっと無理で。ははで、それで、水を頼むのがだるいっていうところがありました。で、ちょっともう一個このコメダでクソビビったことがありまして。うん。コメダ行くと僕大体頼むもの決まってるんですよ。骨氷さん何頼みます？僕、はい、たっぷりアイスオーレかたっぷりオレ。はい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 。食い物の話？あ、飲み物でいいですよ。あー、その、なんか、たっぷりのオレ、アイスオアホットです。なるほど。うん、僕、いつも頼むのは、あずき小町なんですよ。はいはいはい。あずきが中に入ってて、ドリンク3種類、コーヒー。最近これ誰が飲むっていう話は誰かとしたけど。そう。私が頼むんですけど。まさかここにいるとは、ね。そう。毎回これしか飲んでないんですけど、うん、今回も僕それであずき小町の、そのコーヒーのやつ頼んだんですけど、うん、届いたのを見たらめちゃくちゃびっくりして、初めてだったんですけど。え、缶詰とコーヒー?いや、これ、小豆の量が多すぎる。え?米倉涼子出てきた。CM になっちゃうんですけど。え?だってさ、ちょっと本当に画像を出すのがだるかった時にちゃんと口頭で説明しますと、はい。小豆下みっちり半分。え、上にコーヒーが乗ってるような状態。そうなんですよ。で、元米田店員の、友達もですね、うん、これの半分以下だよ、普通は。って言われて。もうちょっと隙間ない、なんなら。こう。あ、その密度ですよね、小豆の。そうそうそう。わかるわかる。一回上から、ギュッってやってね、これ。そう、だから、これって、この店舗限定の店長の気の迷いって思うくらい小豆が入ってて。これあれじゃない？ドンマルの話と同じでさ、小豆出なさすぎてここにいっぱい入れてんじゃない嘘だろ、嘘だろ。小豆小町みんな頼まないの？ドンマルのさ、出ない具材いっぱい乗る系と同じだよ。だからでもこれ、でも、でもありがたいことでは正直あるんですけど、これのせいでも口が甘ったるくなっちまって。あ、ちゃんと甘いんだ、これ。もうほんと何も知らんから。甘い。小豆小町に関して。へぇ、まあ、僕は、小豆が好きなんで、うまいうまい言いながら食べてるんですけど、ちょっと水が欲しくなっちゃった。確かに。ね、確かに。そう。え、これってさ、はい、ストローでいただいてくださいだよね。はい。
え？あの、小豆小町用に太いストローがもらえます。あ、タピオカストローみたいな。そうです、そうです。へぇー。だから、まあ、じゃあ。あ、まあ、これはマジで、ちょっと残しとこうとかしたらやばいと思って、最初から小豆をめちゃくちゃ重点的に吸ってたんですけど。そうだよね。下から吸わないといけないもんね。そう。あの、最終的に、ちゃんと小豆がいっぱい残ってしまえって。だって、間から液体は入ってくるもん。そう。おー。これ出ないからでしょ。え？え、みんな頼んでないの？本当に頼んでる人見たことない。マジ？マジか。うん。マジか。同行者で頼んでるという人見ないね。ええー、まあ、確かに僕もあんまり、でしょ？いましたけど、友達。大学の中に友達は。今日は甘いの飲みたいなって日、別にジェリコの虫。ああ、なるほどね。そう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 。はあ、でもまあちょっとこういったものを知りました。え、ちょっとみんなコメダで何頼むか気になっちゃうね。あ、あと、あれです。店員の元バイトの友達から聞いた、あの、知得情報なんですけど、うん、あの、店員が一番頼まれて、あの、作るのめんどくさくて嫌だなってなるのは、たっぷり卵のピザトーストらしいので、皆さん覚えておいてください。これ、作るのがめちゃくちゃ大変すぎて、うん、その、友達の馬先の店長、あの、もう、まだあるのに、もう山ですって言ってたらしい。でもちゃんと作ってるってことだもんね。それ逆に。そうそうそう。いや、すごいよ。いや、うまいもんな。あんた何年生まれだっけ ?2000 年です。2000年だよね。はい、ちょっと知らないかもしれないけど、はい、ガツだぜって知ってる？何？ウルフルズのガツだぜ。ああ、パワフル魂？パワフル魂。あれのさ、歌詞見たことある全部。見たことあるというか、ちゃんと聞いたことあるっていう。全部？あの、まあ、確かに曲は聞いたことあるんですけど。その、主にさ、言われるガッツだぜ、パワフル魂とさ、そ、はい、の、モテないできない言えそうもな、あーあいはさ、なんかこう、はい、さらっと出てくるけどさ、こう、まあ、確かに。2番以降。わかんないかも。あの、わかんないよね。多分通して聞いたことはあると思うんですけど。そう、歌詞として、歌詞をそう、意識してさ、うん、だし、その、あんまりカラオケで我々世代だとさ、うん、歌わないじゃない、正直。なんか、我々の世代は、これ原曲よりも、これを真似するズン・イーヨーの真似をしてるイメージがあるかも。まあ確かにそうそう。で、ちょっとね、歌詞調べてほしい。はい。いや、ショコ君は、リンコ送った方が早い？いや、今ちょっと調べてますよ。ガッツだぜ。歌詞で今調べてね。まあ、え？1番はいいじゃん。嘘？ 2 番以降。ちょ、もう、はっきり言いますよ。1個目、モテたい、はめたい、ナンパされたい。嘘？行きたい、抱きたい、行きたいちゃんとね、息がカタカナ。愛し、会いたい。無茶でもいいからやってちょうだい。生まれて死ぬまであっちゅうま。恋をもっと、腰はホット、トライトライトライ。どうなんこれ。いや、それね、それこそ僕もちゃんと聞いたことなくてガッツだぜよね。はい。で、あの、YouTube のさ、YouTube ミュージックでこう、まあ昔流行った曲みたいなプレイリストさ、あってさ。うん、聞いてたら、モテたいはめたい聞こえて、嘘でしょって思って。はいはい、まさか、まさかって思ってさ、ゲラゲラ笑ってたの。モテたいはめたいって聞こえたわーって思ったら、書いてあって、本当に。すごいね。っていう話なんだけど、はい。すごいよね。ウルフルズって、こんな尖ってたんだね。いやー、今のご時世出したらもう炎上。いやいや、もうすごいよね。なんかそのさ、オブラートに包む表現あるじゃないですか、性行為を。なんか、それこそきしむベッドの上でとか。はいはいはい。言うじゃないですか。こんな、モテたい、はめたい、行きたい、抱きたい。もう、しかも、ね、なんか。そうそうそう。ウルフルズ、パンクロックやってるわけじゃないでしょ、別に。だって。ウルフルズ、他って何？ウルフルズ。ウルフルズは、あの、バンザーイとかね。ああ、はい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 。そういう、バンザイはそんなに尖ってないと思う。そうだね。いい女を見れば振り返る。ほんとスケベ、俺の頭の中って言ってるわ。いやー、ダメじゃん。ウルフルズがもう。ウルフルズってそういうバンドだったんだ。そういう、まあでも、ね、時代から考えれば別に悪いことか分かんないけど。え、じゃあ、トータス松本ってほんとはもっと尖ったことを言いたいってこと今でも。ああ。丸くなってないかもね。そうそう。ほんと、もう、周りが押さえつけてるだけの状態かもしれない、今。いつだってもう、出せる。いや、そんなイメージなかったもんね、正直だから。まあ、そうですね。なんか、あ、昔人気だったバンドなんだ、くらい。そうそうそう。こんな尖ったこと言ってたなって、ちょっと。
っていう話でした。でもそれで言ったら、うん、あの、いけない太陽ってこんなに許されてていいのってずっと思ってた。これなんて誰も言わない。オレンジレンジね。あの、歌詞を文字で見るならいいけど、あの、耳で捉えたら絶対アウトじゃないですか。どことは言わないけど。いけない太陽も怪しいからね。いや、これ本当に怪しいと思ってるけど。いや、リップスライムもよく類されてるなって思ってる。あああなんかね、盛り上がってる時にノリでいけるけど、なんか、いや、そうね。ニュートラルなところで。カラオケとかで文字で出されても困るよね。そう。カラオケの、なんか盛り上がってきた終盤ならいいけど、1曲目からいけない太陽いけますかっていう。最初はいいよ。いけない太陽、なあなあなあぐらい。いいけども、そっから。まだね、セクシーフェロモンとかまだまだ、まあ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 。まあ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 、まあいいでしょう。モームスもセクシービームって言ってるし。やっぱサビだよね。ちょ、みんな、調べた方がいいよ。そう思うと最近丸くなったね。そうよ。ということでね、私も骨氷さんも、あの、アークナイツバンバンやってるんですけど。まあね。ちょっと普通に、ちょっと今年はゲーム他のもやりたくてですね。おで、なんか。買い切り的なこと？そう。あの、この年の初めにちょっとだけ集中してるのでちょっと困ってて。集中してるの？そう、2個買いたいのがあるんですけど、1個がペルソナ3。はははははペルソナ5やってすごい好きだったので、うんうん。でも3もやりたいなっていうのがあるんですけど、アトラス、はい。一貫性ストーリーが長いんで、ペルソナ長いっていうよね。僕、ペルソナ5、あの、無印と R っていうのがあるんですけど、僕やってるの無印の方で、うんうんうん、あの、出たのが高校生の時だったんで、高2の時とかにやってるんですよ。そうだね。はいはいはい。で、その時は高校生なんて無限に時間があるから、やってたんですけど、一周クリアするのに、普通に100時間とかかかるんで。かかるらしいね。100でも早い方じゃない？結構。そうですね。だから、ね、うん、社会人やりながら、あの時みたいなことできるみたいな。しかも通勤してるからね、この人。無理かもってなってて、ちょっとやばいなっていうのが一本と、うん、あとあの、ドラゴンズドグマ2っていうゲームが出て。あー、よく知らないやつだ。僕、ドラゴンズドグマを小学生ぐらいの時にやってて1を。はいはいはい。そう、それがね、すごい長い時間で2が出るのが、どうしようって、でも、アークナイツもあるしさ、まず仕事もあるしさ、これみんなどうしてんだろうと思って。いや、その、僕が通勤してる時に言ってたじゃないですか、寝る時間をもう。減らしてるって。実際、うちの会社って結構、オタク気質な人が多いんですよ。ゲーマーだったりとか、アニメの人が多いんですけど、大体本当に睡眠時間削ってるから。いやー、良くないよ。そう、でもなんか、本当に。ストーリーものとかって、僕続けてやらないとやっぱりこう、入り込めないというか。あー、なるほどね。だから、1日1時間って区切ってやっちゃうとどう？無理無理無理。ガキかガキか。いや、でも、ガキみたいにやることこそ、ね、本当はいいんでしょうけど。せめてさ、こう、ムービー挟むまでやりたいよね。あ、まあ、キリがよくね。そうそうそう。で、ムービー行っちゃうと次気になるじゃん。それはあんたが悪いわ、ちょっと。え？でも、だってわかりません？うわー、トゥービーコンティニュードでさ。いいとこでムービーもあるし、あとその、ムービー挟んで、はい、新天地、新マップみたいになった時の、ウキウキ感をそこで止めるのが嫌なんですよ。うん、でも、そのモチベーション次の日に持ち越したらいいじゃん。いや、無理。あー、ゲームやるために早く帰ろうって言って。いや、その、確かにゼロにはならないですけど、やっぱりこう、山ができちゃうんですよね、そこに。そうなんだ。それが嫌なんですよね。僕、全然マリオワンダー2日放置してるけど、今。すごい。うん。まあ、マリオだからってのもあるけどね。まあ、そういう意味で言ったら、いつでも切りはいいし、うん。あの、ドラゴンズドグマの方が、あの、ストーリーもあるんですけど、まあ、アクションが強いので、そっちだったら、まだね、いいのかもって思うんですけど、つながりあんの？ドラゴンズドグマってめっちゃ昔だもんね、1個目は。ああ、ストーリー的にはつながりないです。ただ、パラレルワールドって世界観ですね。同じ世界観なんだけど、世界観が。ただ、世界線ね。はい、はい。そう。ただ、そう、世界線が違う。から、種族が違ったり、設定が少し違ったり、みたいな感じらしいです。PS5? 5。4でも出るのかな？はぁ。え、ペルソナも？ペルソナも5で出ます。はぁ。困った、困った。僕は全然困ってないから、あれだけど。どうしてんだろうね、通勤してる人で。やっぱ寝てないんじゃない？え？
なんで？もうだから体がついてかないからさ、無理なんだよね。しかも土日出かけんのやめなさいよ。え？土日出かけんのやめなさいよ。まあまあ土日にやれって言われたらそうかもしんないけどさ。それこそまとめてできるよ。でもそれ言うか、やっぱ金額がムカつくかもね、ゲームソフトの。え？いくらなの？9000円よ。そんなもんじゃない？いやだからその考えが良くないじゃん。え？もうだって我々が幼少期の頃はさ、うん、4500円とかだったでしょ？クオリティを考えなさいよ。いやまあわかる。わかりますけど、本当に賃金は下がってるんですよ。め、そう上がってるんじゃないの？なんか物価に応じて。給料上がんないもん。それゲームボーイアドバンスのソフトと PS5 のソフト比べて同じ値段だったらおかしくない？そりゃそうか。うん、4000円ってそれぐらいの時代よ。やって言うても、じゃあアリオの挑戦状1プラス2のリマスター版があの値段なのはどうなんですか？何の話？こないだ話してた、え、アリオの挑戦状のスイッチで出るリマスター版。あれもう割引前提だろ。いや本当にやってね。本当にあのこれは皆さんもですよ、急に話ゲームセンター CX のね、ゲームがいっぱい入ってるゲーム、ゲームインゲームのゲームです。これ2マジ神ゲーなんで皆さんやってください。アリオの挑戦状、はい、お願いします。やります、そのうち。ゴーハローハロー、旅立ちの日に風に咲く夢が舞う。来週が嫌なんですよ、収録日の来週が。何来週？出張だよ。お、そう、どうせ宿泊費が出てさ、出張費もいっぱい出て観光ついでにみたいな感じなんでしょ、どうせ。あの前乗りとかなしで朝始発の新幹線で行くんですけど、いつも通りすぎる。あの家の最寄りからだと間に合わなくて、あの私だけ特例で後の新幹線でもいいってなりました。え、じゃあ前乗り OK ちゃうんかい。今ので期待しちゃうよ、ちょっと。だからあのみんなと同じ新幹線の指定席取ってるから、間に合わないなら後の自由席に乗ってきなさいっていうことでした。はは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 、あとの指定席じゃん。じゃなくて普通あとの自由席で来いって。どういうことなんそれは。知りません。自分で取っちゃいけない。自分で取ってもよかったんですけど、なんかその何、あの なんて言ったらいいの、間に合わなくはないんですよ。乗り換え5分くらいっていう、その多数にみたいになれば間に合うっていう想定だから。これが無理、じゃあ無理で、それは無理で、これが本当に無理だったら多分指定席になってたんですけど、ガチ物理的なこと、そう 1% でも可能性があるんだったらそこにかけざるを得ないらしい。知らんけど。本当か。いや法的にはそうかもしれないけどさ、まあ、あるじゃん、まあ、人の気持ちってもんが。でも僕はいいんです、その分あの上司とかと新幹線一緒に行かなくていいっていう気持ちで今、まあ、そりゃそうね、そう悠々自適に行こうかな。まあ、平日だよね、多分平日です。だからそんな新幹線もねパツパツってことはないだろうし、 まあ、言うてそれでも1本2本後なんで、あ朝、ね、6時台とか、全然ピリかけるからさ、はい、どこまで行くの？別に今はピリかかってもいいですけど、別にまた言う予定ですけどね。あ、そうだ、うん、いやそうで、なんかでもちょっと嫌なのはその向こうの新幹線の駅着いてから会場まで移動するんですけど、会場っていうか行くとこまで。あ、なんかイベントあんの？そう、イベントで行くんですけど、へみんなでタクシーで行くけど僕だけ一人だから、僕だけタクシーの分自分で出さなきゃいけないのがちょっとやっぱ。あと戻ってくるけど。ああ、よかったよかった。戻ってくるけどだるいから、一回財布から金が減るもん。そう、それが嫌だって思ってます。そこはタクシーだね。前乗りはだけど、だってタクシー代で宿泊費じゃん、美女なんて。わかんないけど、まあちょっとその話も来週できればいいなと思いますね。仕事で遠くに。まあ頑張ります。頑張れー。